ジョン・ギブディンは、ジャズ、クラシック、ロック、フォーク、アバンギャルド音楽にまたがる多彩さで知られる、世界的に有名なイギリスのコントラバス奏者にして、ベーシストである。ロンドンのスタジオミュージシャンとして最もよく知られており、映画のスコアや現代音楽の録音も行っている。ギブディンは、ピーター・ガブリエル、ジョン・マーティン、エルキー・ブルックス、アニー・レノックス、フィル・コリンズ、 ポップロックグループのシンプル、マインズとレコーディング屋でライブを行い、ケイト・ブッシュ、デビッド・シルビーアン、ジョン・アンダーソン、実験グループのブランド X、さらに最近では、スコット・ウォーカーによるアバンギャルドなレコーディングに至るまで、アーティストと密接に関連している。最近では、ギブリンはアコースティックベースを使う方向にさらに進んでおり、現在のプロジェクトには、ドラマーのピーター・アースキン、 ピアニストのアラン・パスクワといったミュージシャンたちが含まれている。ありがとうございます。